おはようございます。本日はリモートでの WATS 決算説明会にご,説ご参加いただきまして、どうもありがとうございます。それでは早速、説明を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。資料の方は2ページでございます。20年8月期、連休業績でございますけれども、売上高の方は、 億 9, 万円と前期費増とと増いうことになりました、たこちらの方はやはり今年ありましたコロナウイルスの影響が私どもマイナスの影響もございましたけれどもプラスの影響の方が大きかったということがございまして計画を上回る売上高を作ることができてございます。 その中でも特に売上総利益でございますが、こちらの方は、前期比0.7ポイントの改善ができております。こちらの方は、コロナウイルスの影響というよりも、私どもの社内の努力としてです、ね、高額商品の導入を進めているということ、それから100円商品の方の粗利率の改善ということが順調に進んでいると。 いう結果でありこれは今後も継続的に進めてまいりたいと思っておりますそして販売費及び一般管理費の方でございますがこちらの方は34.9%とこちらの方も大幅に改善することができてございますこちらの方は 国内の100円ショップの既存店の売上高が非常に順調に推移したということに加えまして、コロナウイルスの関連でもって、コストが削減されたものが多かったということがあり、大幅な改善になってございます。その結果といたしまして、営業利益の方は17億6800万円、3.4%。 そして、経常利益17億3100万円、3.3%と、こちらの方は前、前年と比べまして、約2.5倍という形でもって、大幅に改善されております。また、当期利益に関しましては、こちらの方は、海外の中国の事業の売却とか、 それから国内では、ソソレネ・グレーネの事業を撤退するという決定をしてですね、特別損失があったにもかかわらずですね、7億7400万円、<laughs> まあ前期が非常に良くなかったということもございますが、構成費として1.5%、前期費でもって約11倍という非常に大きな伸びを示すことができました。 その結果としまして、次のページでございますが、売上高の構成費でございますけれども、やはり順調に推移しました国内の100円ショップ、こちらの方の構成費が、今までのトレンドと違いまして、大きく伸びてございます。国内の100円ショップの方は、うは、コロナ関連の巣ごもり需要の増加ということもございまして、前期比でもって6.0%伸びるというふうになっております。 結果的に構成費は90.1%と、えー、まあ今までと違いまして、えー、まあ増加して、再び9割を回復するということになりました。一方、えー、海外事業の方は、こちらの方はやはり、えー、まあコロナウイルスの関連で、えー、店舗の休業ですね、こちらの方が多くなりまして、結果的にはまあ電気費でもって30%程度の減少ということになり、 えまま国内のファッション雑貨の方もですねこちらの方は一昨年撤退を決定しましたアマノの方が売上高がゼロになったということまた今回撤退を決定しましたソストレネグレーネ事業こちらの方で大型店舗の閉鎖をしたということそしてまたボナビータの方もですね4月以降 店舗休業がが続くとといいうことがございまして売上高は半減してございます一方リアルの方でございますがこちらディスカウントショップの方はやはりこちらの方もいわゆる巣ごもり需要の方のプラスアルファの効果があったということと一昨年に出店しました大阪の店舗こちらの方が定着してきたと。 いうことがあって前期比110%という非常に良い結果を残すことができました。結果としまして売上高全体としましては前年に比べて2.7%増という良い結果を残すことができてございますが、その内容はだいぶデコボコがあったというところでございます。 その流れはですね、実は4ページのところの、売上総利益率の推移のところにもちょっと顕著に出ておりまして、トレンドといたしましては、売上総利益率は改善という方向に進んでございますけれども、そこの中で第1クォーター、そして第3クォーターのところでもって、だいぶ大きな凹みがございます。こちらの方は資料中にもございますけれども、 1> 第1クォーターのところでは、海外の事業のほまが前、前々期ですね、ちょっと停滞したものの底上げを図るということを行った結果として、ですね既存のタイ、ペルーの方の売上高の方も回復し、また新規の売上国が増えたということがあって、ですね非常に大きな伸びがございまして。 利益率の少ない海外事業が伸びたという影響でもって売上総利益率としては減少するということがございましたところが第2クォーターになりますとやはりコロナウイルスの影響でもって海外の方の売り上げが大幅に後退することによって売上総利益率としては回復するということになりまた第3クォーターのところでは国内のファッション雑貨の 事業がほぼほぼ営業ができないという状況がございまして、売上総利益率が高いファッション雑貨の方がなくなったということによって、売上総利益率としてはマイナスという方向に動いているというところでございます。ただ全体的な傾向としましまては 大体そ,のそれぞれのところの中央値ぐらいのところに線を引いていくと、えー、まあバッツのあらりのトレンドというものが見えるんじゃないかなというふうに思っております。でこちらの方は今後も、えー、まあ100円商品のあらりの見直し、それからもちろん高額商品の方でもって、こちらの方のあらりの改善ということを進めてまいりますので、基本的には 売上総利益率は改善方向に進むというふうに認識しております。続きまして、5ページのところ、営業利益のところでございますが、こちらの方は、家賃と人件費、この2つの費目を除いて、すべて減少しております。家賃が増えたというのは、1つは新規出店があって店舗数が増えていることが1つでございます。 それからもう一つですね。私どもの方の店舗の方は、えー、売り上げ不率でもって家賃を支払うタイプの店舗が多くなっております。特に委託販売の店舗のところは、まあ、そういった店舗がほとんどでございますで。そうしますと、そういった店舗が売上高が好調であったということでもって、えーまあ、変動費としての家賃が増えているという結果として、家賃の総額が増えてございます。 人件費の方でございますが、こちらの方は、ここ数年来続いています、最低時給の引き上げというのが昨年の10月に実施されましたので、そこの部分でベースが上がっていること、それから今回のコロナウイルスの影響でもって、100円ショップの方は、非常にまあ売上が好調に推移いたしました。えー、まあコロナウイルスの感染が広が広る中でも でやはり、まあ、お店の方に出勤するのをためらうパートさんもいらっしゃったんですが、まあ、そこの中でもって出ていただいたとそしてまたそこの中でもって非常に忙しかったということがございましてその時期に私どもは、まあえー、手当の加算をさせていただきましたそれからまたパート従業員の皆さんそれからまあ、えー 社員の皆さんに対してもこの夏の賞与に関しましては、まあ、加算をさせていただきましたのでその分として人件費が増加してございます一方設備費でございますがこちらの方は大型店舗の100円ショップにおける大型店舗の出店が当期は限定的であったと。 前期から比べると、まあ、減少するということがございまして、設備費の方は前,前期から比べると少なくて済んでございます。水道光熱費の方は、照明の方を LED の方に交換するということを積極的に推進してございますので、そちらの方でもって電気費の方は減少しているということ、それに加えまして、3月以降、店舗が休業になると。 いうことが多数ございましたので、その結果として水道光熱費がま減少ということになっております。えー、ま旅費交通費の方ですが、これはもうコロナウイルス感染が広がる中でもって出張移動というものが非常に制限されたということがございまして、こちらの方もまあ減少ということになりました。 支払い手数料につきましてはこちらの方は大型店舗の出店に伴う人材派遣の方が少なくて済んだということそれから一昨年に撤退いたしました天野の方の、えー、e コマースに関連するです、ね、決済手数料こちらの方が少なかったなくなったということがあったその結果として支払い手数料が減ってございます。 その他の経費の減少の中で大きかったのはこちらの方も天野の方の運搬費ですねこちらの方がなくなったということがございまして大きな減少になってございます結果といたしまして、まあ、営業利益が非常に大きくなったというところでございます続きまして6ページ貸借対照表及びキャッシュフローでございますが あのここで目立つのが、営業活動によるキャッシュフローのところでもって、19年8月期が非常に大きかったのに、えーまあ、業績が良かった当期ですね、こちらのほそが、まあ、その営業活動によるキャッシュフローが半減していると,ところでございますが、これはあの、私ども、えー、期末の日が、えーまあ、銀行の休業日であるときには、支払いを、 まあ、翌営業日に回すという支払いの仕方をしてございますので、えー、前期は、ま、その支払い日が、まあ、休業日であったということがございまして、えー、まあ、非常に、ま、キャッシュフローが、営業キャッシュフローが残ったということがございました。えー、こちらの方は、あの、支払いの方がおおむね、えー、まあ、20億ぐらい。それから受けの方が5億ぐらい。その差額が15億円ぐらいございますので、そこの影響があったと。 いうところでございますですのでまあ当期に関しましては営業キャッシュフローは前期から比べると大幅に増えているというふうにご理解いただけたらと思います。でそのような中でもって投資活動の方のキャッシュフローは前期から比べると3億ほど少ないという状況になってございますが。 これはまあ先ほど来ご説明しているところの、えー、大型店舗の出店がまあ限定的であったということがございまして、えー、投資活動の方の減少がまあ少なくなってございますが、まあ、この5億円強のこの投資活動の出費というのは、当社につきまし,関し,ましては、まあ平月か、平年から比べると、まあ、決して少なくない数字であると。 当社の方の投資活動が停滞したというわけではないということはご理解いただけたらと思います。で非常には業績が良い中で財務活動のキャッシュフローでもってプラスになってございますが、これはやはりコロナウイルスの感染が広がる中でもって手元資金をやはり手厚くということがございまして、一応調達をさせていただいたところでございます。それから 最後の現金、同等物のところが少し厚くなってございます。ただまあこちらの方はやはり毎月毎月の支払い等の中でもってある程度のキャッシュが必要であるということ。それからまあ今現状ですね、えー、非常に世の中、あまあいろいろと 先行き何があるかわからないという状況の中でもって、私どもまあ一つの正常戦略として、M、M&A というものを積極的にやろうとしてございますので、やはりまあ手元にはある程度の資金を置いておきたいというふうに考えてございます。えー、続きまして、資料の方、を9ページの方までいきます。100円ショップの既存店の状況でございますが、こちらの方は、 1>, もうあの1月以降ですね、新型コロナウイルスの感染が広がる中でもって、えー、まあ私どもだけではなく、100円ショップ業界全体として、既存店の数字はプラスに動いてございます。まあ、特にですね、2月、4月、5月というのが非常に高い水準にあって、これがまあ当期のまあ利益、底上げしたというところでございます。 ただですね、私どもぜひご注目いただきたいのが、前年の9月から12月にかけての動きなんですけれども、前年は10月に消費増税がございました。その結果としまして、9月に駆け込み需要があり、10月には反動減があったというところです。 で、その後、11月、12月もですね、普通であれば、これは、反動減の影響が続いていて、100%を割り込む水準がしばらく続くということが、今までの消費増税の後のトレンドでございました。そこのところが、私どもは、11月、12月の段階でもって100、100%の水準を回復していると。 これは、先ほど、えまああらりのところでもご説明しました、高額商品の導入。こちらの方を私ども積極的に進めてございます。で、それからもちろん100円商品の方の、まあ入れ替えもしているんですけども、その高額商品の導入が進み、その売上構成費が高まっている中でもって、100円ショップの方の売上の底上げができている。 で、これがどのくらいの差なのかっていうのは、ちょっと、えー、なかなか、えーまあ、説明は難しいところなんですが、大体ですね、あの、この9月以降の、おまあ、私どもの既存店の数字の動きと、えー、同業であるセリアさん、キャンドゥーさんの、えー、動きを比較しますと、まあ1、1%強から、まあ、3%程度の差がございます。えー、こちらの方は、 もちろんですね、コロナウイルスの感染が広がったところでは、私どもが出店しているロケーションが、食品スーパーの中であるということがあってですね、これは、まあ、あの巣ごもり需要のまあ教授を受けやすいロケーションであるということもあったんですが、ただ少なくともこの9月、10月、そして11月、12月に関しましては、 私どもの高額商品の導入による効果が100円ショップの既存店の売上高を下支えしているというところこの効果が非常に大きかったというふうに考えておりまた現実的に今もその効果は続いていて足元のところの数字で言いますと私どもの既存店の数字というのがこれは96.7%という数字でございます。 でこれは、えー、私どもの昨年の数字ですね、えー、104.7%と比較すると前年4.7%増えたものが今期は3.3%しか減っていないということが言えると思います既存点については何らかのプラスアルファの力がまだ残っているとそ,のそこの部分が高額商品であるというふうに私どもは考えております でこれからもまあそこのところはまあ進めていきたいと考えているところでございます。えー、続きまして、新規出店でございますけれども、えー、こちらの方は140店舗出店という計画に対して129店舗の出店になってございます。一方、閉鎖店舗の方は82店舗の計画に対して81店舗ということになりました。えー、出店の方は計画には及ばなかったわけでございますが、 129店舗出店できたということは、これは決して、まあ、悪くない数字であったというふうに思います。えー、特にですねあの、この2月から、まあ、5月、6月にかけては、新型コロナウイルスの影響が非常に大きくてです、ね、やはり新規出店の営業活動が非常にしづらい。 えー、そして、量販店さんの方もこの期間については、えー、既存の計画自体もですねどちらかというと後,後ろ倒しになるという結果がございまして、えーまあ、残念ながら、まあ、計画通りに出店を進めるということが難しい状況があったというところでございますただ一方でもって退店の方でございますが、まあ、非常にまあ厳しい環境の中でもって、えー、店舗閉鎖というものは相当数 まあ一般的にはあったわけですがそこの中でも閉鎖店舗はまあ計画のうち数で済んでいるということはやはりまあコロナウイルスに対しては非常にまあ体制があった業態であったなというふうに認識してございますただまあ出店の方の中身でございますがやはり委託店舗の方の割合が大きく委託店舗の出店が115 えー、テナント型のの出店の方は14にとととどまっているといるうところでございます、えー、これはまあ売上高の方でいうと、残念ながら大きなプラスにはならないというところなんですが、まあ、しかしです、ね、えーまあ、100円ショップの出店、非常にまあ競争が厳しいという現状がある中で、やはりまあ他社とは違う形でもって、新規出店を継続できるというのは、強みであるというふうに認識しております。 でその強みを、まあ、きちんと担保するためにも、えー、ワッツ店舗への切り替え、それから、まあ、ワッツ店舗の方のさら、えー、なるレベルアップというものは進めてまいりたいと思います。えー、そして、えー、12ページでございますけれども、えー、高額商品の件でございますが、こちらの方は順調に、えー、そのアイテム数は増やしてございます。当、え、期、ー、ですね、えー、20年8月期につきましては、 1300まで増やすという計画をしてございましたが、結果としては、それを大きく上回る1532アイテムまで、アイテム数は増やしてございます。で、それはただ単にアイテム数を増やすということだけでなくです、ね、その内容につきましても改善が進んでおり、やはりまあ高額商品ですので、まあ、売れ残り商品というものが当然あるわけでございます。で、原価販売をする商品もあるんですが、その割合は大幅にまあ減ってきていると。 というところそしてまた何よりもあ利率につきましては当初はやはり既存の商品を買ってくるということだったので粗利率は決して、まあ、潤沢なものではなかったんですけれども足元はでに100% 100円商品の粗利率と遜色のないところまで来ており、今後はそれを100円商品の粗利を上回る粗利に持っていくというところでもって、売上だけではなく、収益性の改善にも、まあ、寄与するようにしてまいりたいと思います。一方、その他の事業の中で、海外事業でございますが、これは残念ながら非常に厳しい状況にございます。 売上高としてては約30の減少になっております前期ですね、19年8月期も残念ながら、タイの事業及び中国の事業等のです、ね、不振がございまして、売上高が減少していたんですけれども、先ほど申し上げたとおりですね、9月に関しましては非常に良いスタートを切っておりましたが、 その後、新型コロナウイルスの関連でもって、海外ののうの直営店舗は、ほぼほぼすべて休業になるという状況もございまして、大幅な売上高の減少となっており、足元のところもまだ十分ではない状況が続いてございます。ただですね、そのような中でもですね、 出店の方でございますが、14ページですが、えー、計画を上回る出店はしてございます。ただ一方で、えー、閉鎖店舗は非常に多くなってしまっているというところでございます。えー、ただ、えー、既ですで、ね、に商品を供給する国は20カ国を,20カ国を超えておりまして、 今後ですね、世界でのコロナウイルスの感染がまあ収束に向かった時にですねそこ、そういったところに売上高をきちんと増やしていって、海外の事業のまあもう一度上昇という基調を作っていきたいというところでございます。足元でございますが、タイ、ペルー両方ともですね、店舗は全て営業を再開してございます。 ただ、その売上高は前、前年と比べましても、まだ80%から90%の水準にとどまっており、残念ながら収益的には、えーまあ、難しいと。ただ、ペルーに関しましてはあ、まああ、コストの削減を大幅に進めることによってですね、えー、かろうじて営業利益ベースでもってプラスをきちんと維持することができているというところでございます。今後の回復、さらに進めてまいりたいところでございます。 一方、ボーナビータでございますが、やはりですね、コロナウイルスの関連の影響でもって、売上高が大幅にマイナスになったと。で、足元の回復基調でございますが、一応今90%程度にまで回復はしてございます。今後、また商品の見直しをさらに進めてですね、底上げを図っていきたいところでございます。さらに今期につきましては、 国際算店舗の閉鎖をまた積極的に行って、もう一度、筋肉質な体制につくっていきたいというふうに考えてございます。一方、ソフトレーネ・グレーネでございますが、大変申し訳ございませんが、事業撤退をすでに決定してございます。す、え、で、ー、に、あのー、コスト等は、当期の特別損失の中でもって処理をしてございますので、 この進行期ですね、こちらの方については、影響はほぼないというふうに考えてございます。今、4店舗残っておりますけれども、こちらのほうを順次整理していくと、その中でもって、在庫をきちんと処理していって、損失が少ない形でもって、最終的な処理ができるようにしてまいります。一方、17ページ、リアルでございますけれども、 こちらの方は幸いなことにプラスになってございます。申し上げたとおり、大阪の方の店舗、こちらの方の認知度は高まっており、この新興期につきまして、広島の方でもう1店舗出店をしていきたいと考えております。リアルの方うは、もちろんリアルとして成長させていくということもございますが、それ以上に100円ショップとのコラボレーション、 こちらの方でもって新しいフォーマットを作っていくという方向で活用していくというところを今後またさらに進めていきたいというふうに思います。またこれは後ほど説明させていただきます。さて、次19ページでございます。21年8月期の予想でございますが、これは売上高については509億6千万円、営業利益は10億9千万円、 経常利益は10億4000万、登利益は7億4000万円と、と、え、も、ー、にですね、えー、減収減益という,う、まあ、計画になってございます。えーまあ、なかなか、えー、厳しい計画というふうにも言えるわけでございますが、ただ、えー、これあの、私どもは、えーまあ、不採算であった事業として、天野の方のお撤退を2年前にいたしました。えー、それから、 海外事業につきましても中国の事業の方の売却をしてございます。そしてソソレネ・グレーネ、こちらの方の事業の撤退も決定してございます。ということがあってですね、残念ながらトップラインとしてはプラスにするということは非常に難しい状況にあり、トップラインにつきましては実は2年前の2009年8月期よりも少ないという状況になってございます。ただ、 そこの中でもって、100円ショップ、国内の100円ショップにつきましては、えー、きちんと成長するというビジネスモデルはできており、そしてまた、えー、収益性というものもきちんと確保できております。ただ残念ながら、まあ、今回ですね、海外事業、それから国内のファッション雑貨事業につきましては、えー、収益の面ではまあ厳しい状況になるということがございまして、えーまあ、営業利益率としましても2、2%ぐらいと。 いうことでもって、十分な結果が残せないというところでございますが、ただ、少なくとも海外事業につきましては、これから先ですね、出店国が増えているという中でもって、さらに売上高を伸ばしていく力にはなっていくと、そしてまた、卸売の事業を増やしていきますので、収益性という面でも改善できていくというふうに考えております。 えーまあ、ぜひですね、えー、これからさらにプラスアルファのものを作っていきたいというところでございます、えー、続きまして20ページでございますが、えー、三位一体での成長ビジョン、えー、この中で海外事業その他の事業が弱いというのが今の状況でございますがやはり、えーまあ、ワッツとしましては、えー、この2つの、えーまあ、成長媒体これを ぜひきちんと育ててですね、将来的にも成長でき、収益性を保てるという企業にしていきたいというふうに考えてございます。そのような中でもって21ページ100円ショップの取り組みでございますが、高額商品の扱いというものは非常に今のところ順調に推移しているというところでございます。こちらの方は今期も進めて、アイテム数を2000アイテムまで伸ばしていくと。 そして、さらに取扱い店舗の方もですね、今、テナントを中心でございますが、委託販売の方にもさらに伸ばしていくということをしてですね、高額商品の構成費を高め、売上高の方を伸ばすとともに、収益性の改善にも寄与できるようにしていきたいと考えております。 でディスカウントショップリアルとのコラボ出店ですが、すでに出店しているカドバの店舗でございますが、こちらの方は、元々の店舗の売上高と比べると、比率では120%程度にまで売上高は作れているんですけれども、ただ当初ですね、考えていた売上高にはまだ届かないと。 いうことがあってですね。またあの今回のコロナウイルスのことがあってですね、ちょっとそこのところの手直しが進んでいないということもあって、まだこのタイプの店をどんどん出店していくということは今期については考えておりません。さらにこちらの方の改善を進めていくところです。それ以外に、えー、ま別の形で100円ショップ事業とのコラボレーションのフォーマットを作っていくということが今期重要な課題になっております。 それからポスデータの活用でございますが、こちらの方は、すでに売れ筋商品の把握、それから発注の支援システムというものに活用してございますが、来年の4月、私どもの期間システム、こちらの方が新しいシステムが稼働いたします。それに伴って、発注支援から自動発注の方にですね、そのシステムの方をさらに進めていくと。 いうことを、えー、まあ行ってまいります。えー、続きまして二十二ページでございますが、えー、キャッシュレス対応ですが、まあこちらの私どもはテナント型店舗ではまあ進めております。ただあその、えー、キャッシュレス決済の比率ですけども、昨年の九、えー、月の段階ですねで八パーセントぐらいでした。 それがキャッシュレスポイント還元の終わる今年の6月の段階でもって、それが16%ぐらいでした。倍増したというふうにも言えますが、ただこの比率が16%にとどまっているというところが、これが効果があるとはとても言える状況ではないというふうに考えておりますが、 えまあただ、キャッシュレスの方のど、まあ、進み具合というのは、これから先増えていくものというふうに考え、こちらの方への対応というものも今後も継続していこうと考えております。これがまあオペレーションの改善に進むように進めていきたいと思います。それからレジ袋の有料化でございますが、7月からのレジ袋有料化、これは非常にまあ進みました。 私どもの店舗でもって、レジ袋、有料でもって購入いただくお客様の割合は10%台というところでございます。で、この結果としてですね、私ども、いわゆるレジ袋のコストとしては、年間でもって3000万円以上のコストが削減できてございます。で、一方ですね、あの、ご家庭でもってこのレジ袋をゴミ袋として使われてたお客様が、商品として ビニール袋を購入いただくというお客様が相当多くなっていてですね。えー、まあ私どものビニール袋の売上高はまあ7月以降だいたい3倍ぐらいになってございます。またまあ別の効果としてえまあレジ袋が有料化になるということでもってエコバッグ、こちらの方の売上高の方もだいたい1.5倍ぐらいの水準でもって推移いたしました。 えーまあ、これは私どもにとっては、まあ、プラスの、えー、ことであったなというふうに考えてございます。それから EC サイトでございますが、まあ、100円ショップの e コマースというのはなかなか、まあ、あの難しいところであるということは、まあ、その通りなんですが、えー、今年の1月から、えー、これをやっておりますが、えーまあ、額はちょっと明確には申し上げにくいんですが、えー、思った以上に売れているという状況がずっと続いていると。 でその売上高は、まあ、わずかではあるけれども、あのまあ、途中です、ねあの、コロナウイルスの関連で大幅に伸びたときもあったんですが、足元でも、まあ、伸びているということが続いておりますので、えー、これをもう少しです、ねえーまあ、広げていくということを今期進めていこうと思っております。えー、最後のでございますが、30ページ、株主構成でございますが、えー、個人株主様の数が大幅に増えてございます。 結果として、株主数は2万3000人を超えております。結果としまして、日々の売買高が非常に多くなってきておりまして、売買の株数、そしてまあ売買額もですね、昔から比べると大幅に増えてきているところでございます。そして、配当でございますが、前期結果が悪くてですね、減配ということにさせていただきましたが、当期は えー、配当を15円に戻させていただきました。えー、そして、えーまあ、この新興期につきましても、まあ、15円という配当をまあ維持するということにさせていただいております。えー、私ども、えー、配当政策といたしましては、配当成功20%から30%程度というふうなことでもって、これからもですね、まあ、安定した配当を維持できるように努力してまいりたいと思います。 少し長くなってしまいましたがこれでもって私の方の説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。